8トラックはカートリッジ式の磁気テープ再生装置及び媒体の一種を指す名称である。2トラックのステレオチャンネルが4つあり、合計8トラックの信号が録音されていたため、この名前がある。日本では略して俗に8トラとも呼ばれた。自動車用ラジオを世界で初めて実用化し、後にリアジェットを創業した発明家のビルリアが中心となり、 RCA ビクター社をはじめとする数社のコンソーシアムによって1965年にステレオ録音された音楽を手軽に再生できるメディアとして開発された。主たる想定用途はカーオーディオでの使用である。当時広く普及していたオープンリール式のテープレコーダーは自家用車で気軽に使うには取り扱いが不便であり、また1962年に開発されていた。 コンパクトカセットはテープ幅の狭さなどから当時は会議記録等のモノラルでの会話録音が想定用途で音楽用メディアとして認識されていなかったことが出現の背景にある。本来の用途であるカーオーディオのほか日本ではカラオケ装置での音楽再生やバスの車内放送など業務用途に用いられた構造面から 再生専用に特化した傾向の強いメディアで、主にミュージックテープとしてレコード会社から録音済みのカートリッジが発売されていた。末置き型の録音再生機も一部メーカーから発売されていたが、一般化しなかった。媒体は幅 6.35mm の磁気テープの下端と終端をつないだエンドレス式テープである。テープは1個のリールに巻かれ、 リール最内周から引き出されたテープがカートリッジケースの再生用の窓部分を経てリール最外周に巻き取られる構造になっている。リールはテープの引き出しによって受動的に回転しカートリッジ外部からは直接駆動されない。テープ速度は毎秒 9.5cm に設定されている。その構造上テープとリールの逆回転は不可能であり、また早送り。 巻き戻しも不可能である。ミュージックテープとして市販されていた初期のカートリッジには持ち運ぶ際、VHS ビデオカセットなどと同じく振動でたゆまないようにビールハブロック機構があった。この機構はプレイヤーに差し込むと解除される仕組みである。1980年代に入ると市場ではカラオケテープしか販売されなくなったので、 頻繁に持ち運ぶ理由がなくなったためか、ハブロック機構は消滅した。構造上早送りによる曲の頭出しができないため、トラックを切り替えることで、楽曲プログラムを選択する。4つのプログラムが1本のテープに並行して、録音されている。カーステレオ用8トラックデッキの場合、再生ヘッドは2トラックのみであるが、テープをつなぐアルミ白製のセンシングテープを検出して、 再生ヘッドを自動的にテープ幅方向に移動する機構により全トラックを連続的に再生する。欠点としてエンドレス構造とテープを介したリール駆動が理由でテープには工場的に無理な負荷がかかりがちになり切断が発生しやすい点が挙げられる。補修する場合でもカートリッジ開封後にテープをリールへ正しくセットすることが難しいため レコード会社などが8トラックテープを補修する業務を受け負っていた時期もあった。4トラックやその元となったフィデリパックと異なり、カートリッジ内にピンチローラーを内蔵している。このローラー表面にある合成ゴムが、強時的に劣化しやすく、テープに癒着しがちである。そのため現存するテープも、経年したものは、再生不能に陥っている場合が多い。 1970年時点のカーステレオの価格は8トラックセットの方が比較的安価であった。しかし1970年代後半以降メディアデッキとも8トラックより安価で長時間録音可能なコンパクトカセットが音質や耐久性を向上させステレオ録音も可能となって年を追うごとに幅広く普及した。そうした背景もあって カーステレオ用のメディアとしては、コンパクトカセットに駆逐される形で徐々に衰退した。それでも、巻き戻し不要の特徴は、カラオケ用や業務用自動アナウンス等に適していたことから、1980年代後半までは、8トラックは、まだ広範囲で用いられていた。しかしその後、リピート再生や、ランダムアクセスが容易なコンパクトディスクや、レーザーディスク、 ミニディスクなどといった代替メディアが普及、またアナウンス用途でも8トラックより効率的な音声合成による自動放送が出現するに至った。その結果8トラックの用途はほとんど廃れ、現在は録音、再生機器及びテープの生産、販売は終了している。ありがとうございます。